Sam さんはどうして日本語を取り始めたんですか？すみません、質問をもう一度お願いします。はい、Sam さんはどうして日本語を取りましたか？フランス語やスペイン語よりもっと面白いと聞きました。なるほど。まあ、今の3年生の日本語の中で、一番難しいことと一番優しいことは何ですか？一番難しいことは漢字を読むことです。そして優しいことは